特番に入っていきますけれどもこの温暖化問題というのがいかにこの欺まに満ちたもので科学がいかに政治に利用されてきたかという背景も説明したいと思うんですねこれ温暖化論争というのはこれ大きなお金が動いてるんですよもしくは温暖化論争の行方 もしくは世界の対策次第ではもうに、ね、二酸化炭素排出権取引っていうその取引所がもうできてもう世界中の大企業が二酸化炭素排出権を売ったり買ったりしてるんですね。 なんかそこにねものすごいビジネスの匂いがするんですよねまたね私は原発はいらないと言ってる側なんですけど原発推進派が胃の一番に持ち出すのが温暖化なんですよ原子力発電所というのはほら二酸化炭素出さないでしょと二酸化炭素出すと人類は破滅するんだとだから原子力発電所というのは二酸化炭素を出さないクリーンなエネルギーなんだというふうに言うわけなんですよねだからいちいち議論がもう金まみ だからこれね簡単なことを言うと温暖化研究するっていうと研究費がつくんですよ寒冷化研究しますとか温暖化論否定しますっていうと研究費つかないんですよね温暖化しているっていうと金になるんですビジネスにもなるんですよね温暖化してないって言ってもこれビジネスになんないんですよねなのでそういうですね世界の産業とかお金持ちたちた 企業とかに翻弄されてきた部分なんですで世間一般に正しいと言われていることがいかに間違っているかということをですね今日は学問的にです、ね、数字も出しながらですね示していきたいとこのように思っております。